人外で構成されている。四課の誰かが町に逃げたらテロリストが暴れるよりも被害が大きくなる。今回お前たちにはテロリストではなく四課と交戦になった場合に備えて隊員の特徴を説明しておく。ゾンビーゾンビー、ゲイハーダー。サメの魔人、壁の中や地面、どんな場所でも泳ぐことができる。こいつは短い間なら悪魔の姿にもなれる。おい、お、ごめんな、噛まれたからゾンビだと思った。暴力の魔人、本来魔人になると悪魔の時よりも弱くなるが、こいつは魔人でも強すぎるから毒が出る仮面をつけさせている。何があってもこいつの仮面は取るな。そこのジョーちゃん、逃げた方がいいよ。人間が噛まれるとゾンビになっちゃうよ。なんだ、悪魔か。クモの悪魔、普段は人間のような形をしている。人の姿に近い悪魔は人に友好的だが、悪魔は悪魔だ。感触で人を殺すぞ。うわ、靴汚れた。こいつ最悪。うん、天使の悪魔、こいつは特殊な悪魔で